ナンバー・ I 結成2ヶ月、トラブルを乗り越えて歩んだ道。12月15日、元キングプリンスへのメンバーである平野市を、神宮寺ゆ太そして志ゆ太からなる新ユニット、ナンバー・ I が、結成2ヶ月を迎えました。その発表から始まる新たな芸能生活は、一つの問題に直面しました。ロゴの告示によるトラブルが巻き起こり、 注目を集めました。今回の記事では、ナンバー I の結成からロゴ騒動までを詳しく掘り下げ、グループが経験したトラブルとその解決過程に焦点を当てます。ナンバー I の結成と期待。ナンバー I の結成は、所属事務所、トべの YouTube チャンネルでの生配信を通じて12月15日に発表されました。 この発表は550万回以上再生され、ネット上では祝福の声が広がりました。グループ名、ナンバーアイは、岸シユタが考案し、一番を目指してナンバーワンになることを意味し、そのためにはオンリーワンである必要があるというメッセージが込められています。グループの未来に対する期待感も高まり、2024年早々に CD デビューするのでは、 といった見方もあり、ファンたちは新しい活動に期待を寄せています。ナンバーアイは、滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、で、第二の芸能生活を送る三人組です。しかし、結成当初からトラブルも発生しました。ロゴの告示問題と、ザボナズとの対立。結成当初、ナンバーアイは新しいグループのロゴを公開しました。しかし、 このロゴが過去に活動していた人気ロックバンドザボナズのロゴに酷似しているとして論議を呼び起こしました。特にロゴの中に使用されている N のデザインがザボナズへのロゴと驚くほど似通っていたとの指摘が相次ぎました。この問題に対しザボナズへの所属事務所は従前にはなるんでしょうけれど ただ、すごく似ている部分があるので、今後どうするかを話し合いましょうかっていうところですかね、とコメント。また、ロゴの変更に関しては、いや、こちらもこれからどうしようかっていうところなんで、それを双方で話し合っていきます、と述べました。謝罪と和解の道、問題が表面化した後、戸部は公式サイトを通じて謝罪のコメントを発表しました。 長年旗印として愛されてきたロゴに関してお騒がせしてしまったことをお詫びいたしますと述べファンやザ・ボナーズ側に謝罪の意を示しました。さらにロゴを変更することなく活動を続けていくことを合意いただきましたとも明言し和解に向けた進展があったことを報告しました。これにより トラブルは11月に収束し、ナンバー・ I ワはロゴを変更せずに活動を続けることが決定しました。この謝罪と和解のプロセスにより、両者の対立が解消され、ファンと業界からの信頼回復に成功したと言えるでしょう。ナンバー・ I の結成2ヶ月を迎えた今、グループはトラブルを乗り越えて前進しています。 新たな芸能生活に期待を寄せるファンたちの前でグループは謝罪と和解を経て今後の活動に専念することができる状況に至りました。この出来事は芸能界における新しい挑戦の過程でありグループがこれからどのように成長していくかが注目されます。ファンたちはナンバーアイがオンリーワンの活動を見せてくれることを期待しています。